はい、始まりました7 days to die の時間でございます。イエーイ。果たして迫り来る35日目の報道、我々 MSSP は耐え切ることができるのか、やっていきましょう。私が FB37 です。そして耐え切るに関しては天才的じゃない男、キックマックスです。ハルモットです。ヤヨです。ではやっていきましょう。お前らとうとうミニバイクが1台できたぞ。やったミニバイクの単位って1倍って2倍だったんだ。明日活動しに行くやつ持ってけ。はーい。はーい。いや、アロマ俺だろ。いや、俺だろ。ここは満を持して俺の登場だろ。一番出てきてほしくない人なんだけど。ひでえ。さすがにあれだ、今回自転車までは作れないわ。今度だって鉄製スパイクトラップに1時間かかるから。なのであとは1回出るか。ミニバイク以外は我慢してくれ。朝だ。あ、朝だ。出れねえ。あれあれあれ、もう一目散にあいつ端を登ってった。ちょっと待って、アロマここ登れねえ。一日外出券。え、なんで。アロマここ登れない。ちょっと嘘。ちょちょどいてみ。本当だ、なんでだ。俺ら地下に閉じ込められたぞ。閉じ込められた。どうすりゃいいんだ。多分あれだわ、下が石なくなって上が石あるから段差がおかしいことになってんじゃないの。なんか必要なものあれば言ってくれ、俺上に行く。どけどけどけ、これ以上いけない。でも俺たち閉じ込められた。しかもこの辺をちょっと広げるしかない。あ、今ヨガバイク乗って行ったぞ。いや、言ってないっすね。ちょっとネタバレすんの早すぎるだろ、お前。いやいや。言ってないっすね、と。あの、これ、もしかしたら全部こうやんなきゃいけないかも、上まで。いや。はしご作れば？そういうあれじゃないでしょ、多分。あ、行った、よし。あ、よっしゃー、行ってこよう。どうやって行った？いや、普通に。もう行けないか。いや、ちょっと待って。あ、来んな、来んな、バカ。しゃあない、ここ広げるか。おい、そこのはしご壊れかけてるぞ。あぶ。行けー。外に出れない。待て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 、とりあえず俺を上に行かせてくれ、悟空。あ、行ける。これで行けんじゃない。よし、ミニバイク、ミニバイク、ミニバイク。必死。必死。必死す、必死わら。必死わら。マジ、ナックル。あ、どうも、ミニバイクマンです。ナックルファイターに乗られるの尺だわ。あいつ、このためにだって、一日外出券使ったから、あいつは。偶然こんなところに、ミニバイクが。さあ、バイクの実力見せてもらおう。えい。出たー、バイクだー。カゴ、デフォルトでついてるわ。いいね。あ。これガソリン入れなきゃいけない。当たり前だろ。いや、そうだろ。どんだけ原始人なんだよ。右で。クエスト、ちょっとやってみよう。ちょっと待て、これやばいな。一人で盛り上がる。やべえ。またすぐ一人で盛り上がる、あいつ。これやばいな。これやばいやばいやばい、マジでやばい。これガソリンってガソリン缶の中入ってんの？ああ、入ってる。我出陣。アルマ、俺降りていい？これ4人でやればよかった。なんか楽しさを共有したいぐらい楽しかったです。てこれ4人でやればよかった。え、なになになに、いてててててて、え、なになになに、包帯持ってないんじゃない。あった。あ、死ぬ。鳥か。楽しそうで何よりです。いや、ほんとそうだね。これバイクにどうやってガソリン入れんの。ガソリン持ってった。ガソリン缶持ってった。いや、ガソリンペ。ドラキックな、やっぱガソリン缶にはガソリン入ってないじゃん。もうさっき言ったやん。
わあ、なんか犬とクマ来た。わあ、わあ、犬ってすげえ、すげえやべえのいる。家の前に。え？やべえ。もうええ、何連れてきてんだよ。違う、ね、これそういうの連れてくる？うるせえじゃないですか。いや、明らかにお前のせいやろ。違うって、もう終わって、お、こんなもんじゃなかったの、さっきのクエスト。けど、あれは貴重な。これでもゾンビ系、ゾンビ系の方が。そうなんだよ、こいつはゾンビ系ね。あ、犬だ。最近よく2頭で来るな。鉄圧倒的に足りないです。鉄、まあ俺の死体から、あー、やばい、クマやばいと登ってくんじゃない、それ。これ取らないと登ってくるね。危ねえ。そうだね。うーぼーって言ってるけど上大丈夫？大丈夫できる？大丈夫。あとクマもう一匹いたよな、どっか。もう薬莢を作り始める。クマ強えな。いや、クマ強いよ。よし、下にチェスト作っちゃった方がいいかもね。ナックルファイター左手から炎出てるんだけど。え？嘘。かっこいいじゃん。でもその力が発揮されたことは未だにない。バイクどこ？バイクはあの森の手前ぐらいに置いてある。まだクマいますね。いるんかい。ほんとだ。いや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 、いや、もう攻撃手段ないんで。やべ、こっち来た。やばい、あっち行ったぞ。これやばいわ。誰か遠距離武器持ってるやついないのか。今ワインだって。よし、危ねえ。イエーイ。何？乗られてる。いいぞ。イエーイ。てめえどうやったんだよ。俺はアイテム回収行きたいんだって。頼むよ。しゃあねえな。どうやって入れた？長押ししてミニバイクを操作するって出てるだろう。うわぁ。はい。ほんとだ。うわぁ。鍵かけたから。何してんの？ちょっとちょっと、俺がせっかく頑張って作ったのに。運転する。ふぅーん。待って、森でこの先が見えません。皆さん、とうとう石炭が必要になります。マジかよ。石炭何個ぐらいあるかな？石炭ってどう？いや、取ってないから、全然ないと思うけど。石炭って今まであった？あったね。なんか、鉱脈みたいなあった気はしないでもない。でも全然ないな、ストック。だって取ってないもん。石炭でガンパウダー作れるから、石炭必要です。早くゾンビに突撃したいぜ。やめろや。無茶をするな。私はソロモンに帰ってきた。どうも皆さん、こんにちは。さあ、前回の私の殺害現場です。なんでこんなとこで地雷が爆発するんでしょうか。意味がわかりません。今は鉄と食べ物です。求む。食べ物はもうないっすね。マジで食べ物。肉は70個ぐらいある。おお、それはぼちぼち救世主。時間稼ぎだけども救世主。やっぱ動物の索敵できるスキル1個取ったんだけど。ああ、なるほど。これあるとちょっと、じゃあ、わかる。エオエオは、ハンティアだな。ハンティア。そうだな。よし、銃の素材も予約した。発売前に予約した？発売前に予約した。なんとか35には間に合うぞ。今回の作戦はこうです。砲弾が始まるとゾンビが来た方向に一斉に全員で砲台を仕掛けます。そして、上から銃で撃つ。そして、家の構築は家の周りだけ鉄製スパイクトラップにします。で、他は木製で固めます。以上。はい。おそらく鉄製スパイクトラップはもう足りる。ぐらいは作って予約してるんで。なんかバイク持ってるやつがいるっていう噂で聞いたことあるけど。嘘でしょ。マジかよ。10時だ、黙ってよ。バイクさえあれば帰れるんだけどな。
この時代にバイクを使うやつなんているの、ちょっとマジでありえないよな、やばいんすけど。ちょっと待って、やばいんすけど。何そのいいか、ちょっと待って、やばいんですけど。マジやばい。なんか割と獣っぽい。来てる来てる来てる。もう来てる来てる。すいません、僕も今登る。走ってくるやつがいる。敵だあれ。いやいや、敵じゃないっす。やべ、デブオさん、えらいとこで。あっぷねえ。なんだこいつってね。いるぞ。いやマジデブオーさん割とアグレッシブな動きするの腹立つ。修理キットって作れるんだっけ。作れる作れる。じゃあ使っても。ああまあ壊れたら使っていい。修理キットってどんぐらいコスト高いの。まあ安くはない。でもいや鉄とダクテープ1個でずつで作れるから全然。ああ余裕だったわ。受けるんですけど誰だ今高いとこ行ったやつ。わからない。あ結構敵いるな。ん？ほんとだ。攻めてきた。これでも9ミリの弾が94発か。うわぁ、結構きついな。いや、石炭を火薬に変えればもっともっとできる。ただ時間がかかるから、とにかく。朝だ。当たんねえ、ムカつく。あと、あれも必要になりました。硝石粉末かな。ああ石炭と硝石粉末。あれどんぐらいいるの。まあいっぱい。あれはまああればあるだけ。硝石と硝石粉末と石炭でまず火薬が作れます。で鉛で弾頭が作れて真鍮で薬莢が作れるんで、それを合わせてやっと弾になるんです。だつまりそれらをまあできるだけ取ってくれば弾を作れます。お前ら言ったけど明日の夜だから襲撃。本当だ。気がつきゃもうそんな日か。早いな。人生と一緒だよね。バイクって結局どんぐらい速い、徒歩のどんぐらい、何倍ぐらい。まあメガクラッシュ飲んだ時ぐらいが。メガクラッシュって結構すごいんだな、そう考えると。結構すごいよ。ただ坂があるともうちょっと。坂は弱いって書いてたからね。うぅなんだ。どうした。落ちた。え落ちた。床が抜け、うわーゾンビ持ってきた。あれじゃない、俺らが掘った穴じゃない。いや全然違うやつだね。なんか洞窟みたいになってる。へえそういうのもあるのか。もう700日目とかキングギドラとか組むんじゃないの。勝てないなもうな。いやこっちももう文明めっちゃ発達してるから。レベル3の狩猟ライフルだ。超能力者とかもあぶれて、うん、レベル3ウルトラマンとか作れるようになってる。バイオゴリラも作れる。作れる。ただバイオゴリラの難点としてはこちらも殺されるっていう。じゃあ相手の戦闘地にも投入するしかない。来たぞエオヨの歯。やられてんの。いや違う、エオヨの歯はどっちかというと驚いた時だね。あんまため息驚いちゃった。ヒー君ちょっと迎えに来てくんない。何？アイテムがいっぱいだから。俺もアイテムいっぱいあんだよ。いやだからバイクで。バイク便じゃねえんだぞ俺は。役目でしょ。役目でしょってさっき俺に渡そうとしなかっただろ。一旦受け取ってからにはね頑張ってもらいたい。今後は自転車もできれば。うんまあ自転車作ってもいいけど、多分もうミニバイク作っちゃった方がいいんじゃないかな。まあでもあれだからな。確かにあれだね。あれなんだよ。何落としたか忘れた。あれか。あれってなんだ。で、アロマどこに迎えに来てほしいって。いや、俺のいるところ。わあ、そんなとこか。意外ともう時間ないんですけど。時間ないな。まあ、バイクだったら間に合うんじゃない。あ、今、貞子っぽいのが聞こえたぞ。頑張って二人乗りできないの。無理やり。貞子はいいよ。任せろ。敵数やば。何匹いんだよ。危ない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 。15匹ぐらいいるか。気つけてヘッドショットで一発。一人一玉。あ、外した。俺は接近戦で数を減らしていく。もうこいつらここに置いていこう。よし、帰るぞ。イエーイ。続々来てるんすけど。お前ら早くないちょっと。そいつらもうそこに置いてこい。多分今置いていけば間に合わないはずだ。
間に合わないというか追いつけない。フライングですよ。いやでもさすがに、おいおいおい、引きつけてるだろそれ。何が、キックンさんが前にいるんですもん。ああよかったよかった。じゃあ帰るぞ。あいつら全員来るな。いやもう後ろにもいる。上で対応するしかないぞ。時間がやばい。うわあとちょっとなのに。肉入れときまーす。肉肉肉。肉助かる。次の1週間は玉デーだな。爽やか玉デー？爽やか玉デーだわ。あれ？エオ肉ないのもう。今作ってるよ。てかはっきり言うけどねえよ。足りねえんだよ、ね。もうやべえよ。食料がマジやばい。みんな。スポットライトがん、そのうち作れんな。みんな死ななくなってるから、食料が足りなくなるんだ。さあ、明日がもう、とりあえず壁は強化し終わったから、あとはトゲを置く。つまり、また木製スパイクを頼みます。またあの日々が。木材。木材ですな。一応、今ある。木製スパイクトラップが今、90個ぐらいあるんで、まあ頑張って、明日一日はもうそれぐらいしかすることがない。9ミリ弾が、30発ぐらい欲しいな。左のボックスに入れたよ。あ、じゃあこれ全部もらおうか。29発。9ミリ弾は今回1人60発ぐらいは使えるかな。あとはなんとか嫌で頑張ってくれ。弓って使ってんのも俺だけ？いや、俺も使ってる。いや、俺も弓使ってるよ。一応。あ、じゃあ俺、レベル5の弓、作って。おー。早速使わせてもらうぜ、お前の弓ちゃん。どこだ？登ってきてる！ん？いった。届かない。俺に当たってた、その。ほら、よいよ、怒らすなよ。めちゃくちゃ切れた。俺に、届いてた。さあ、運命の。おー、キックン。え？キックンが謎の盾みたいなの持ってる、俺の画面だと。謎の盾？謎の盾？えおよ、キックン、おかしいことになってない？俺だけ？いや。俺だけバグってる。今、キックンで、手に四角い、完璧にマイクラがバグった時に、紫のやつが出てる。キャンドル持ってるわ。キャンドル持ってるだけなのに。すげえ。受けるんですけど。よーし、木製スパイクトラップ、仕掛ける。とうとうこの瞬間が来たぞ。木製じゃねえ、鉄製。おぉ、鉄だ。感動。仕掛ける方向を決めよう。まず後ろからどんどん仕掛けてってくれ。で、最後に前にしよう。じゃないと仕掛けれなくなる。今回は結構多分、スパイクトラップも多いと思うし。スパイクトラップ、俺も仕掛けるから、今余ってるやついたらくれ。いないの？え、持ってるよ。俺まだ、ちょっとケーキ行ってたから。早くしろ、もう17時だぞ。本当だ。仕掛けてる時間結構やばいよ。エオイも何かある？スパイクトラップ俺50個25個くれ。俺120個ぐらいあるよ。それをくれっつってんだよ。松明仕掛けてる時間もあるんだぞ。松明仕掛ける時間ないんじゃない。松明はもうでも家から仕掛けるしかないもん。よし、どこ仕掛けるって。まず後ろから今仕掛けてる。ここ4人で作業すると危ないんだよね。そうだね。そうなんだよね。じゃあ俺松明作るわ。じゃあ、エオの分もらおう、俺。じゃあ、3方向、今3方向からやってるから、3方向を固めちゃって、その後前やろう。油結構持ってきたと思ったけど、なんか使ってんの？いや、あると思うよ。3番目のボックスとかに入ってない。ああ、あった。あ、間違って食っちまった、油。油って食えるんだ。あ、木材も必要だ。木材ちょっとちょうだい。木材トラップにみんなほとんど使っちゃったんじゃないの？あれ表のここ引いてるやつ誰？今こう一旦壊しとるんや。その下にも仕掛けなきゃいけないから。もう時間なす。帰ろ。うわ、これ結構時間ないし。ああ、お前ら1時間前にはもう。もう、ちょっと戻るぞ。やばい。いたー。こう。ちょいちょいちょい。それ倒した。上がるなら早く上がって。まだまだまだ。全然まだっすよ。全然もう。松明置けませんいい、松明も後から回収、島の周りにしちゃうとわけわかんなくなるから、できれば家の上からつけてくれ。ではもう上がってくれ。全員上がってきてるな、上に。上がった。はい、始まるよ、始まるよ。さあ来るぞ。あーすまん、お前ら砲台を入れるから自分が戦ってるところに置いてくれ。弾は3番目のボックスに入ってるはず。弾がないと動かないぞ。
あんまないのね。横やられてます。横切るね。おー落ちちゃった。砲台いって、なんかやってきた。ゲロだ。本当だ。落ちちゃったけどすげえ頑張ってる。あいつクソも当たんねえぞこれ。なんだ爆発したぞ。うわあれだ、あのデブ警官爆発したら、あれも爆破されるわ。いやあ、なんか光ってるやついる。ジャンプしてくる。なんか光ってるやついたな。なんかジャンプします。うわマジかよ。入ってきた。え入ってきた。ジャンプして飛び越えてくる。何ちょっと上がった方がいいわ。壁を破られる前にどんどん倒せ。すげえ。ガラクタ砲台あんな状況で頑張ってる。ガラクタ砲台もう下にじゃあもう置いといたら上いっちゃうの。そうだね、それが頑張るかもしれない。先に、あ、けどどっちから来るか分かんないからね。であとね、弾がやっぱなくなもうなくなった弾。使ってるやつ狙いやすいけど飛ぶ。警官先にやった方がいいかも。うわゲロ。もちろん分かってはおるが、まだ12時回ったばっかりかよ。正面左は今のところなんとかなってる。あれ光ってるやつまだ生きてるか。ちょっと待って、正面正面正面すごいね。正面から来た今度。わで警官も光ってる。あやべ光る警官。鳥光る警官。光る女。鳥鳥ほんとだ。いてぇいてぇ。あゲロ、これやべえ、これまずいぞ。相当怖いぞこの家。しけすげえ、家がもうめちゃくちゃだよ。やば。行って鳥か。あー包帯包帯どこだった。鳥だらけ。捕まった瞬間食らう。鳥。やべやべやべ鳥やべ。鳥入ってきたぞまた。よし警官いでででででで。てうわー光るババア。光るやつ超強い。っていうかうわまた来た鳥。殺され流。あー死ぬわこれ。いた鳥。初動が遅れるのが辛いわ。そうだね。うわ床壊された。やべえ、寝袋壊れたぞ。うわ寝袋が今死ねねえ。寝袋近に作ろうかな。そうや、寝袋近に作った方がいいわ。誰だこれ。俺か。キックンとアロマがないのかもしれん。まだマジかよ。うん全然来てるぞ。まだ来んのかよ。数の暴力。いや全然足りない足りない。こんなの弓じゃ無理だ。弓はもう話にならん。家がもう明るくなってきた。だんだんあと30分どうにか頑張ろう。そうすればあいつらはおとなしくなる。うわやべやぶね。来た鳥さん来たよ。とりあえず明るくなってくれれば。鳥来た。鳥消え。発した弾4発した。よしよしだ。いやいるけど全然。よし殲滅だ殲滅。すごい数。まだまだいる。地獄じゃ。スパイクなんて余裕で全部壊されてる。うわこの下めっちゃいるじゃん。いるね。戦利品回収したい。したいね。すごい数だ。まあ、全然いる。いやでもいけるだろ。下行ってもいいかも。うん、いけるやついけも。行くわ下。うん。ちょっと分かった。開けるのは回せる。見える範囲では3匹か4匹ぐらい。よし取る。おクロスボウのレベル5が入ってたぞ。すげえ。いいね。配線ツール、とりあえず開けるだけ開けていく。そうだな。うわこれ鉄にしてなかったらやばかったね。やばかったな。いやでも鉄製スパイクはダメだ。うわこことかマジ壊されたのかよ。とりあえず戦利品はもう全部拾ったかな。次やばいな。次やべえ。いや恐ろしいね。ちょっとやっぱあれだな、砲台を活用できなかったの痛かったな。というわけで35日でクリアでございます。やったね。ゲロやば。もう家めちゃくちゃだよ。冗談ではない。あー怖え。
皆様 MSSP の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。 MSS プロジェクトはですね、YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方お願いします。登録ボタンの方ですね、下の概要欄、そちらの方にあったり、あとは多分こことかこことかこことか、この辺にリンクがあったりしますので、そちらの方からご登録を何卒よろしくお願いします。みんな登録してね。しないだろこれは。